お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年のプレゼントはアコが選んでくれたんだよ。アコちゃんが？ぜひ自分に任せてほしいと張り切っていました。結局何を選んだのか私たちも知らないわ。ふっふっふ、我が選択に驚くがいい。これによって大魔導士の力はさらなる高みへと至る。なんだか心配になってきたのは私だけかしら。もう少し見守りましょう。じゃじゃーん、はい、リンリンどうぞ。あ、これ左手デバイス。左手何？左手デバイスです。パソコンにつなぐ電子機器の。そうですね、ショートカットキーや特定のマクロを設定しておくことができたような。その通り、それをボタン一つですぐに呼び出せちゃう超スーパーかっこいいガジェットなんだ。ショートマクロ。ミナトさんにはあまり馴染みのないものかもしれませんね。それでどうしてこれをリンコに？ですね、普通はこれパソコンでお仕事するときに便利なものらしいんですけど、ちょっと設定を変えればゲームでも使えるらしくって。そっか、スキルのコマンドとか。そう、 MFO でのバトルももっと楽になるはず。あと実はアコもちょっと気になってて、使ったら感想を教えてほしいな。まさか最初からそれが目当てでは？違います違います、ちゃんとお祝いしてますから。まあ怪しいものじゃなさそうだし。よくわからないけれど、リンコにとって必要なものなのね。はい、とても嬉しいです。ありがとうアコちゃん。早速今夜一緒に遊んでみようか。やったー、パワーアップリンリン楽しみにしてるね。